はいさい、今回は糸満市にある大戸海岸の方に来ています。というかね、まあ向かう先は、ウマヌファウタキ、まあ、僕がねたびたび訪れる廃所がある場所です。でね、今日の沖縄ねあいにく曇り空なんですよ。もうね全体的にどんよりとしたね雲がね広がってて、まあところどころ若干ですが、ね、青空がね顔をのぞかせてるような感じなんですが、まあね基本的曇り空なんでね、今ね正面にもね海が見えてると思うんですが、あまり、そこまでね鮮やかな景色はね期待ちょっとできないとは思うんですが、それでもねやっぱ聖域なんでね、それなりのね絶景が待ってると思うので、早速、まあ向かっている感じです。で前回来た時よりもねおそらくですが道はね草刈りした跡なのかな、ちょっとね開けてるような感じがしますね。ただやっぱね基本的この辺はね草むらとかなんでね獣道なんで、まあそれなりに気をつけていかないと。あ、ヤドカリちゃんが歩いてる一匹。これね近づいたらねおそらくね隠れちゃうんだよな。ね、ヤドカリちゃん草むらに隠れてる感じですね。ちょっとあんまり見るの難しかったかな。でね若干やっぱり蜘蛛の巣が張ってるので、人のね出入りはそこまで頻繁にねなさそうですね。なんでねこういった木の棒でね蜘蛛の巣をね振り払いながらね、今目的地のウマヌファウタキをね向かってるんですが、またこの辺もちょっと生い茂っててね、クモの巣がねやっぱところどころあったりするんでね、よいしょ。でも今回はね比較的やっぱり開けてるんで道が行きやすいですね。ぼちぼち見えてくるかな。まあでもねこうやったアダのねトゲトゲした葉っぱがね横から出てるんでね、そこら辺はね気をつけて歩かないと本当にチクってね刺されますね。ここもそうですね。で見えてきました。はい、こちらがねまああいにくのね曇り空でね、まあ何とも言えないようなねどんよりなお天気にはなってるんですが、糸満市のね大戸海岸のね、崖の上にあるウマヌファウタキです。よいしょ、まあ、廃所聖域なんでね、まあ、僕のねいつものようにね手を合わせてねお邪魔しますということで、ちょっとねこちらの絶景をね見ていきたいと思います。今日の沖縄はねなんだろう曇ってもいるんですが、波がね結構あってね、このね波のせいというかね、まあ、波がねやっぱ強いせいなのか、砂浜側はねちょっと白濁りしてる感じです。でもそれでも今画面中央に見えているところがね大戸海岸、まあ、ジョンマンビーチってね通称呼ばれてる場所なんですが、こちらでね釣りでしょうか、まあね、こちらでは泳いでる人も見受けられます。まあ、夏のレジャーマリンレジャーをね楽しむ感じかな。で、2人ね遠くには見えます。でね干潮気味なんでね、まあサーフィンやってる人はいないんですが、今日はいい風が吹いてて波もねそこそこ上がってるような感じなんでね、波が上がった時のあそこの
波の色いいですね、青くて。そしてね、以前僕の動画で紹介した洞窟がね、ちょっとこれ以上先行くとね、もうね断崖絶壁で怖いんでね、これ以上は傾けることができないんですが、洞窟があったりするポイントですね。崖のね頂上というかね、てっぺんというかね、まあ、先っぽでね、すがすがしい場所ですよ。でね、先ほど通ってきた道もね、まあちょっと草は生い茂ってるけれど、今回はねすんなりまあ行けた方だと思います。波上がってますね。はい、というわけで今回は、まあ、大戸海岸のねすぐ近くにあるウマヌファウタキっていうね、廃所がある場所からお届けしました。まあいにくのね本当にどんより模様でね、そこまで素晴らしい景色がねお届けすることができなかったんですが、まあ曇り空のねウマヌファウタキはねこんな感じですよっていうのがね撮ることがねできて、まあ良かったと思いますね。はい、一緒。はい、こちらが糸満市のウマヌファウタキからでした。最後までご視聴ありがとうございます。じゃあまったり、バイバーイ。